黒羽孝一郎、黒羽孝一郎、現場孝一郎、1964年5月20日は、日本の政治家、院内会派、社会保障を立て直す、国民会議所属の衆議院、議員、9期。福島県議会議員、1期、衆議院財務金融委員長、衆議院決算行政監視委員長、内閣府特命担当大臣、新しい公共。 少子化対策、男女とも同産が、科学技術政策、国家戦略担当大臣、関大一次改造内閣、関大二次改造内閣、外務大臣、第142代、民主党政策調査会長、第10代、与党第一当時、民進党選挙対策委員長等を歴任。1964年、昭和39年に、福島県に、 黒波平五郎の子として生まれる。福島県田村郡船引町、現田村市出身。福島県立朝霞高等学校を卒業後、上智大学法学部に進学。1987年、昭和62年4月、上智大学を卒業し、松下政慶塾に入塾する、第8期生。1991年、平成3年に、 福島県議会議員選挙に出馬して初当選する。当時26歳での当選は県政史上最年少であった。県議時代は自由民主党に所属した。1993年平成5年に福島県議を任期途中で辞職。1993年平成5年の第40回衆議院議員総選挙に旧福島2区から無所属で出馬し、 初当選。同年11月、非自民の細川内閣が提出した政治改革4法案に賛成、翌月自民党を離党し、新党先駆けに入党した。1996年、平成8年9月に、新党先駆けを離党し、同様に先駆けを離党した、鳩山幸雄や菅直虎を中心に結成された、旧民主党に参加する。同年の、 第41回衆議院議員総選挙では、福島3区から出馬するも、自民党の荒井博之に約3000秒差で惜敗し、重複立候補していた比例東北ブロックで復活し2000。2000年、平成12年の第42回衆議院議員総選挙では、コスタリカ方式により、荒井に代わって出馬した穂住義行に圧勝して参戦。この直後、 小住は、政界引退を表明した。民主党、次の内閣でネクスト総務大臣に就任して、国の権限や財源を大幅に地方へ移譲する等の、地方文献改革案の策定に当たる。2003年、平成15年の、第43回衆議院議員総選挙では、第41回総選挙で敗れた、新井博之を1万6000秒差で破り、4000、新井は、 その後議院へ蔵替え。2004年、平成16年、菅直人の辞任に伴い、岡田克也が民主党代表に就任。岡田執行部で民主党選挙対策委員長に就任した。中堅議員は候補者の教育、補佐をするチューター制度等、きめ細かな候補者育成制度の導入に尽力した。また超党派で作る、マニフェスト推進議連の共同座長、自民党側の座長は、 愛沢一郎に就任し、マニフェスト選挙を推進する。選挙対策の指揮を取った、同年の第20回参議院議員通常選挙で、民主党は自民党を1議席上回る50議席を獲得した。2005年、平成17年の第44回衆議院議員総選挙では、福島3区で自民党のハスミススに圧勝し5戦。同年九月の民主党代表選挙では、 松下政経塾の動機だった前原誠二を支持した。代表に選出された前原の下で幹事長代理に就任し、前回の総選挙の反省を踏まえ、党の広報戦略を見直すためのメディア戦略室を設置する党、党の機構改革を推進した。前原が偽メール問題で辞任後、公認の小沢一郎代表から幹事長代理の再任の要請を受けたが、誇示した。 2007年、平成19年3月に民主党の文献調査会長に就任。約2年間の党内議論を経て、国や都道府県の権限、財源を大幅な市町村、基礎自治体に移譲することを柱とする文献改革報告書、霞ヶ関解体、再編と地域主権の確立を発表した。また、2008年、 平成20年1月には、首都が限られる国の個別補助金を廃止して、使い道の自由な一括交付金化することを趣旨とする、紐付き補助廃止法案を取りまとめた。同年9月に、衆議院青少年問題に関する特別委員長に就任。2008年3月に発足した、超党派議連の選択議員連合では世話人、幹事に就任し、 地方文献改革分科会の共同座長、自民党側の座長は、菅義偉として、地域試験改革の議論をリードした。同年7月27日に、福島県郡山市で開かれた民主党福島県連パーティーに参加した、岡田克也副代表に対し、最も首相にしたいと思っている人と発言した。2009年、平成21年5月の民主党代表選挙では、 無投票による後継の選出では、国民からの支持は得られないとして、岡田克也幹事長の擁立に動き、選挙責任者を務めた。同年8月31日の第45回衆議院議員総選挙では、福島5区より蔵替えした吉野正義に圧勝し6選、得票率は第44回総選挙と同じく全国2位。しかし前回とは異なり吉野は比例復活をしている。 また、福島県連代表として、同年2月に開催された県連定期大会において、県内全選挙区で候補者が勝利しなければ、責任を取ると言命。県連一体となった県内新人候補者への重点的な支援体制を整え、全選挙区での勝利を得た。総選挙後の特別国会では、衆院各派協議会の座長を務め、難航した国会や、 委員長のポストなどの割りりを取り仕切った。2009年、平成21年9月の政権交代に伴い、衆議院財務金融委員長へ就任。11月19日の同意委員会における返済猶予法案の質疑で、鳩山幸男内閣で最初の強行採決を取り仕切る。これに反発した自民党により解任決議案が提出され、公明党と 日本共産党とみんなの党が同調した民主党政権下では最初の解任決議、同日の本会議における採決では与党の反対多数により否決された。自身はマスコミの取材に対し、これまで国会改革をライフワークの一つとして活動してきて、議員の中でもパイオニア的存在と自認してきただけに、ある意味皮肉と言わざるを得ない。内心。 忸怩たる思いだが、全体のスケジュールを考えると仕方なかった。とコメントしている。文芸春秋の2010年、平成22年3月号において、民主党が持続可能な政権政党になるためには、メディア等で言われている、親、小沢か、非小沢かというような対立軸を超えて、小沢幹事長から学ぶべきところを学びつつ、小沢さん一人に頼らなくてもやっていける体制を、 作り上げなければならない。そのためにも知見を蓄積し、それを次のマニフェストに活かせるような活発な議論が展開できる場を創設すべきであると述べている。2010年5月に国家財政を考える会を設立し、代表世話人に就任した。同年6月に鳩山幸夫首相が辞意を表明して、合わせて党代表も辞任。後任の菅直人は、 鳩山幸夫代表のもとで、政策決定の政府への一元化により発止された、党政策調査会を復活させて、現洋を政策調査会長に任命した。2010年6月8日に、菅内閣にて、内閣府特命担当大臣、新しい公共、少子化対策、男女共同産が2就任。男性初の少子化対策担当大臣となった。また、 内閣府特命担当大臣の特命事項とは別に、国務大臣としての担当事項として、公務員制度改革を推進するため企画立案、及び行政各部の所管する事務の調整、公務員制度改革担当大臣を担当することになった。同年9月17日の寛大一時、改造内閣では、内閣府特命担当大臣、新しい公共に留任。 内閣府特命担当大臣としての担当事務は、菅内閣の3つから、新しい公共の1つとなった。国務大臣としての担当事項も、公務員制度改革を推進するため企画立案、及び行政各部の所管する事務の調整、公務員制度改革担当大臣から、財政の骨格や経済運営の基本方針等について、企画立案及び、 行政各部の所管する事務の調整、国家戦略担当大臣に変更となった。2010年11月、政調会長兼国家戦略担当大臣として、包括的経済連携に関する基本方針を取りまとめ、政府に提言。世界の主要貿易国との間で、高いレベルの経済連携を推進するという方針を確認する。TPP。 艦隊平与経済連携協定については、情報収集を進めながら、国内の環境整備を早急に進めるとともに、関係国との協議を開始するとした。2010年12月、平成23年の税制改正対抗取りまとめにおいて、政調会長として、党や関係省庁間の調整に奔走、法人税の実効税率5%引き下げの制案の取りまとめに、 大きな役割を果たした。2011年、平成23年1月14日に発足した、関大二次改造内閣では、内閣府特命担当大臣、科学技術政策も兼務。また、国務大臣としての担当事項としては、税財政の骨格や、経済運営の基本方針等をついて、企画立案及び、行政各部の所管する事務の調整。 国家戦略担当大臣を引き続き担当すると、共に、新たに、宇宙開発利用に関する施策を、総合的かつ計画的に推進するため企画立案、及び、行革部の所管する事務の調整、宇宙開発担当大臣が加わった。同年4月29日、東日本大震災の復旧に充てる、第一次補正予算案の成立に向けた3等、合意文書を、 自民党の石破茂、公明党の石井慶一各政調会長と交わした。文書は、子ども手当の制度的あり方、高速道路無料化、法人減税などの税制関連法案の取り扱いについて、各党で早急に検討を進めるとし、その前提をもとに赤字国債発行を認める特例公債法案についても、成立に向け、真摯に検討を進めると明記した。 同年8月4日、子供に対する手当の制度のあり方について、民主党、自民党、公明党の幹事長、政調会長で合意文書を交わした。合意文書では、平成24年度以降の子供のための現金給付については児童手当法に所要の改正を行うことを基本とするとした。また、平成24年度までの移行措置として10月から、 平成24年3月までは平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案に基づいて支給するとした。2011年9月2日に発足した野田内閣で外務大臣に就任。47歳での外省就任は前任の前原政治を抜いて戦後最年少である。外務大臣就任記者会見において現代の政治家の役割は 豊かさを次世代に引き継ぐことと述べた上で、論語の講師の言葉、性を問う。子曰く、職をたらしめ、兵をたらしめ、身もして心あらしめよ。を引用し、国益は、外交、安全保障、兵、繁栄、職、価値、心であるとして、日本外交の責任者として、東アジアのリスクを最小化して、成長の機会を最大化し、国益を最大化する考えを表明した。 その自らの外交スタイルとして、大言相互せず、着実に成果を上げる結果重視の実のある外交を進めるとしている。戦略の本質は、逆転現象、ピンチをチャンスに転じるであるとして、日本は構想力を持って、課題解決のトップランナーとして、世界の信頼を勝ち得ることにより、国際社会でのプレゼンスを高められるという考えを、述べている。 2011年11月24日、日米両政府は公務中に犯罪を犯した軍族に対する裁判権の行使について新たな枠組みに合意した。日米地位協定のもと、これまでは米軍人、軍族の公務中の犯罪について、側が第一次裁判権を持っており、事実上、米軍族による公務中の犯罪は懲戒処分しか課されない状態が続き問題になっていた。 この合意により、米側が刑事裁判にかけない場合、被害者が死亡した事案などについて、日本側が裁判権を行使することへの同意を要請することができ、これに対して、米側が好意的考慮を払うこととなり、実際に2011年1月12日の沖縄市での米軍属による交通死亡事故について、日本側が裁判権を行使した。また、 米軍人、軍族が、公の最地での飲酒後に、自動車を運転することが公務として、取り扱わうる余地があったが2011年12月16日、日米両政府は、1956年、昭和31年の日米合同委員会合意を改正し、公の祭地での飲酒の場合も含め、飲酒後の自動車運転による通勤は、いかなる場合であっても、 日米地位協定の刑事裁判権に関する規定における公務として取り扱わないことで合意した。こうした具体的な改善に対し、中井正宏他沖縄県知事は一定の評価をしていい。普天間飛行場移設問題については、2006年、平成18年のロードマップにおいて、普天間飛行場の代替施設に関する進展、在沖縄海兵隊のグアム移転、 その結果、生ずるカデナイナンの土地の返還の3つの措置をパッケージとして進めることとされていたが、2012年、平成24年2月8日、在沖縄海兵隊のグアムへの移転と、その結果としてなるカデナイナンの土地の返還の双方を、普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことについて公式な議論を開始したことを発表した。このアイデアは、 2011年12月19日の日米外相会談で、元洋からクリントン国務長官に対して静かに協議を始めることを提案したことが契機とされている。こうした元洋の取り組みに対して、普天間基地の固定化につながるとの声もあるが、元洋は普天間の固定化はあってはならないと否定し、普天間問題が硬着状態にあることにより、 日米同盟の進化が進んでいないという印象を与えることは、周辺諸国に対しても誤ったメッセージを与えるため、パッケージを切り離した方が、日米同盟全体にとって有効であり、その方が不天馬をめぐる問題も、早く進むと述べている。野田義彦内閣総理大臣が2012年、平成24年中に行った3度の内閣改造においていずれも再任される。 同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では全国的に与党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、福島3区で自民党の菅野幸子をダブルスコア以上の大差で下し7戦。なお、玄洋は野田政権下で発足時から退陣まで一貫して閣僚を務め、かつ第46回衆議院議員総選挙で当選した唯一の閣僚である 枝野幸男経済産業大臣も4内閣にすべて入閣しているが、野田内閣発足時は閣僚でない。2014年、平成26年の第47回衆議院議員総選挙では、福島3区で8選。2015年、平成27年の民主党代表選挙では、岡田克也の選対本部長を務め、岡田執行部にて選挙対策委員長に就任。 2016年、平成28年3月、民主党と維新の党が合流して結成された民進党に参加し、民進党執行部発足後も選挙対策委員長に留任した。同年9月、衆議院決算行政監視委員長に就任。2017年、平成29年10月6日、第48回衆議院議員総選挙の福島3区、区割変更により、 西郷村が福島4区に移動に民進党に席を置いたまま無所属で出馬する意向を表明。希望の党からも立憲民主党からも公認を受けなかった。衆院選は10月22日に実施され、休戦を果たした。2018年平成30年4月26日、民進党と希望の党が合流し結成する新党、国民民主党に参加せず、離党して、 無所属で活動する意向を表明。同年12月13日には、無所属の会から立憲民主党会派に移籍しない意向を明らかにした。2019年平成31年1月16日、無所属の会の会派名変更という形で、社会保障を立て直す国民会議を設立し、幹事長に就任。父方の祖父にあたる大河原小吉は、 福島県岩瀬郡鏡市長の町長を務めた。また、母方の祖父にあたる玄洋与え光は、福島県田村郡船引町の町長を務めた。妻の父である佐藤栄作は、参議院議員や福島県知事などを歴任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。